はい、皆さん、こんにちは。しょじゅうです。今日は、7月25日の土曜日です。隣にとし君がいます。運転手です。はい、おじさん。はい、とし君ね。はい。で、さっきは、一宮市の県営住宅の方の大平団地の方、東五城の大平団地を移しまして、こっちは、今度は、一宮市の刈安塚住宅になります。こっちは、こっちも築50年に近いぐらいの古さで、一応調べたら 3D で家賃が、ギリギリ3万円ぐらいかな。駐車場別でね。そんな感じで、あとは収入で、年収300万以下だと大分安くなるっていうところですね。ではちょっと、回りますんで、手ぶれにはちょっとご安心くださいね。はい。では、いきます。大丈夫。一応、外観はこんな感じで、今2のとこ映してるんですけど、はい。一周してくるね。はい、とし君。はい。よいしょ。これが3号棟の横です。結構茶色くなってるかな。でこっちにこれが1号棟ですね。ちょっとズームしますね。こんな感じですね。はい。でこっちが3号棟。3号棟は、一応一番、道路に接している場所なんですけど、ちょっと真ん中から入りたいのでぐるっと今回ってます。自転車置き場です。ここは何階建てになるんですかね。1、2、3、4、5、6階建てです。当然、エレベーターはないところですね。結構広いです。ちょっとスロープ上がりますね。これはポストですね。ではちょっと掲示板の方を、入り口の掲示板がこんな感じです。県営刈谷住宅案内板っていうのがあって、団地と団地の間に子供の遊具がある感じですね。ではちょっと、正面から入っていきます。こうなります。じゃあ左右をちょっと見せますね。はい。わあ、高いな。1、2、3、4、5、6階建てです。6階におる人は本当にこれエレベーターがないからすごいあれですよね。毎日大変でしょうね。結構正面から裏見るとこっちは2号棟になるんですよね。2号棟ですね。でこれが後ろ側ですね。通路になってます。公認禁止って書いてあるして、住宅内ではサッカーやキャッチボール、ボール遊びはしないことって書いてありますけど、実はこの、団地も結構、さっき言ったように築50年ぐらいで、子供があまりいないので、そういうことはしないと思います。ではちょっとまた車の方に戻りますね。でこういう感じですね。はい、これが1号棟で、これが2号棟で、後ろが3号棟まであります。もっと広角にできればいいんですけど、今日はこう広角にする、ちょっとレンズを忘れちゃって、広角レンズをで、まあこんな感じで撮ってます。でまあ今車通ってきますんで、上の方を撮っています。こんな感じであります。では、借りやすか住宅、こちらの方を所住は撮りました。ではまたお会いしましょう。所住でした。